次に高橋千鶴子さん。日本共産党の高橋千鶴子です。本法案は与野党ともに懸念が表明される重大な法案であります。本日の理事会で質疑終局が決められたことは極めて残念に思います。もっと議論が必要ではないかと思うんですね。で、不明点も多く、また引き続きガイドラインの作成など本委員会として必要な局面で審議を行っていくことを求めたいと思います。で、質問に入ります。資料の1枚目なんですが、各国における性暴力の発生件数の推移、2015年から2019年のものであります。で、2019年の日本における性暴力の発生件数は6305件、人口10万人当たり5件といいます。私はこれ自体多いと思うんですけれども、米国は 43.5 件、イギリスは 265.6 件と格段に多いわけですね。諸外国で性暴力加害者に対する DBS 制度が先行している理由もここにあるのかなと思う反面、日本は表面化していない事件が多すぎるからなのかとも思うんです。大臣の認識を伺います。加藤国務大臣。ご指摘いただきました各国における性暴力発生件数につきましての統計資料が存在することを承知してございます。しかしこれがその性暴力を厳しく取り上げ処分する諸外国の姿勢を表しているかどうかにつきましては、各国のそれぞれの諸事情は各国で把握しているところもありますが、ありますため責任を持って、そこについてお答えできる立場では、ございませんが、国の姿勢によって DBS 制度が構築されてこなかったことに影響しているかどうかということも承知をしているところではございません。我が国におきましてはこれまでこのような制度の構築は、縦割り要請の中で、なかなか進まなかったものと認識をしております。子ども家庭庁創設後は、子ども家庭庁が司令塔となってできるだけ早期の導入を目指して本制度の検討を進めてまいりました。いずれにしましても子どもに対する性暴力は断じて許されるものではないと考えております。例えば総合的対策の中で被害者が相談しやすい環境整備を推進するなど、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう引き続き最大限の努力をしてまいりたいと思います。高橋さん、聞いたことに答えていただきたいんですが、単純に比較してしまうとね、日本ってまだまだ性犯罪が他の国よりも少ないねって見えるわけですよ。そうではなくって表面化していない、よく氷山の一角って表現もされますよね、こともあるんではないかっていう問題意識が あるのかどうか、簡単に言えばそういうことを聞いています。加藤国務大臣。お答えを申し上げます。委員のご指摘のその10万人あたり、日本は5件、またイギリスはもうその何倍、失礼しました、米国は 43.5 件、イギリスはもう50倍にも当たる265.6件と、ものすごく差があるわけでございますが、これがですね、性暴力を厳しく取り上げて処分するという、姿勢を表しているかというかどうかについては、ちょっとそこまで把握しているわけではないので、責任を持ってお答えはできません、ということを申し上げたいと思います。高橋さん。残念でたまりませんね。大臣、素直に答えていただければいいと思うんですよ。それは諸外国の基準はいろいろあるかもしれないから、それは一概に言えない、当たり前じゃないですか。日本の大臣にイギリスはこうだから、アメリカはこうだからってことを聞いてるんじゃなくて、単純に比較すれば少なく見えるけれど、それだけじゃ済まないんじゃないかって思いがあるから聞いてるわけですよ。その一点も答えられないっていうのは、非常に残念に思います。で、次に進みますけれども、教員性暴力防止法においては、第18条の2、通報についても、条文に明記されています。具体的にどのような仕組み、体制で子どもたちの性被害をキャッチしてきたのか、文科省に伺います。文部科学省、浅野審議官。
お答えいたします。教職員からの性暴力についてはいわゆる教員性暴力等防止法により相談を受けた教職員等や学校に対して学校設置者や所管警察署等への通報義務が課されております。さらに事案の発見のため学校設置者が児童生徒等及び教職員等に対する定期的な調査を行うことや地方公共団体が通報及び相談を受け付ける体制整備等を行うこと等が法律により求められてございます。これを受け文部科学省におきましては各教育委員会に対して法に基づく措置に適切に取り組むよう通知や会議等において機会を捉えてお願いしているところであり、こうした中各教育委員会におきましては例えば被害児童生徒からの聞き取り等具体的場面を想定した教員研修の実施、児童生徒に対して定期的に学校を経由させない形で相談できるタブレットや手紙形式のアンケートを配布するといった対応等に取り組んでいると承知しております。高橋さん。先日性被害当事者らで作る一般社団法人スプリングの皆さんからお話を伺いました。最初は性被害だと子どもの頃にね受けたことを自覚できなかったこと、何年も経ってから突然息苦しくなるなど不調が訪れて社会生活が困難になったなど性被害が子どもの心身に与える影響の複雑さや重さについて改めて認識をさせられました。で NHK が教員からの性暴力問題に連続してクローズアップ現代などで特集番組を放映してきました。で2020年の12月に自身も性被害者であり、まあ、提訴もしている方なんですが石田一子さんの取り組みを紹介しています。ネットを使ってのアンケート調査で被害地の状況で一番多かったのはどこかというと実は授業中だったと 31.5% であること、つまり見えないところで ではなくて言葉がけのわいせつな言葉 のやり取りですとか体に何でもないふりして触るとかそういうところから始まってるってことなんですよね。なので 77.9% が最初の行為を被害と認識できなかった。それから私が一番深刻に思ったのは回答した149名のうち友達や親他の教師に相談したと回答したのは17件に過ぎませんでした。それでも共感してくれたとか他の教師や校長先生が再発を防いだと答えてくれたのはさらに少なくて多くがまともに取り合ってくれなかったっていうことなんです。ここがねやっぱり深刻だと思うんですよ。それで政務官に伺います。私は初動が大事だともみ消しがあってはならないと9日の本会議でも述べましたが、まず文科省の現状認識として実態は今私が紹介したような調査に近いという認識があるでしょうか。どう受け止めているのか伺います。安江文部科学大臣政務官。お答えを申し上げます。令和4年度の人事行政状況調査によりますと児童生徒性暴力等で懲戒処分を受けた事案の発生の場面は勤務時間外放課後休み時間等が多いという結果となっております。また今委員がご指摘いただきましたような許しがたい本当に許されないような実態につきましても私自身も見聞をしたこともございますしご紹介をいただいた調査をした方のですね、お話も直接伺ったこともございます。その上で委員からご指摘がありました学校等が適切に対応しない事態を今後決して起こさないためにも今ご指摘もあった令和3年の議員立法いわゆる教員性暴力等防止法を制定いただいたものと認識をしております。この児童生徒性暴力等に関する学校の対応につきましては当該法律におきまして学校は児童生徒性暴力等を受けたと思われるときは適切かつ迅速に対処する責務を有するとされさらに通報等を受けた場合におきまして学校は事実確認のための措置を講ずること、学校の設置者は医療法律等の専門的知見を有する者との協力を得つつ調査を行うこと等が法律により求められております。また法律に基づく基本的な指針におきましては悪しき仲間意識や組織防衛心理からの事なかれ主義に陥って必要な対応を行わなかったりすることがあってはならないことを示してもいるところでもございます。引き続きですね、児童生徒等の尊厳と権利を踏みにじる性暴力はいかなる理由であれ断じて許されるものではないという態度で、その根絶に向けて取り組みを徹底してまいります。高橋さん。
大変熱い答弁ありがとうございます。先ほど政務官が紹介いただいた令和4年度公立学校教職員の人事行政状況調査結果に関わる留意事項について、これ今年の3月28日に出てるんですけれども、やっぱりその中でね、ちゃんと認めているんですね。まあ、被害者はその保護者が望まなかったためって被害者のせいにするのかなと思ったら、その後に十分に検討することもなく犯罪に当たらないと判断したりしたことなどにより教育委員会等が学校から告発が適正に行われなかったことも考えられるためというふうに認めていらっしゃる。やっぱり各段階でね、学校に言ったけど、あるいは教育委員会に言ったけど、その先が届かなかったってことがやっぱりあってはならない。しっかりと今お答えいただいたので、それを実践していただきたいと思います。それで実は3年経ったからね、何かしらの調査が出たかなとか通報が分かったかなって聞いたんですが、それは全く分かってないというお答えでありました。で、定期的な調査を行うってことを指針に書いたわけですから、これぜひね、どのような状態になっているのかってことを公表していただきたい。今まだそれができてないというのであれば、今後ね、必ずやっていただきたいと思いますが、お約束いただけるでしょうか。浅野文部科学省審議官。いわゆる教員性暴力等防止法で、まあ定められていますような通報については、具体的な通報件数等については現在把握しておりませんが、令和4年度の人事行政状況調査において、令和4年度の、公立学校教職員の児童生徒性暴力等に係る懲戒処分については事案の発覚の要因として、警察からの連絡等教職員への相談の割合が多いと承知しております。そういった人事行政状況調査等も、通じてですね、しっかりと状況のフォローアップをしていきたいと思います。高橋さん。実はここはあと要望にします、時間がないですので。ここをちょっと文科省とやり取りしたときにですね、通報する人が誰かって言ったときに、学校やあるいは教育委員会、相談の生徒の相談をする係の方、そしてその保護者なんですね。で、生徒自身が、児童生徒自身が通報するっていうのがないんです。だから友達にしか相談できない場合もあるわけですよね。で、そういうこともちゃんと認める必要があるっていうの思うのと、いじめ問題などが起こったときに、必ず生徒に匿名で調査をしますよね。そうすると本当に実態がよく分かるんだけれども、それが表に出てこないとか、そうしたことはもう絶対ないようにお願いしたいということをぜひご検討いただきたいということを要望しておきます。それではまた大臣に戻るんですけれども、今のね、文科省とのやり取りを聞いていただいたと思うんです。そもそもね、やっぱりきちんと性被害を把握して適正に処分されていることがなければ、被害は繰り返されるわけなんですよ。で、下手すればいつまでたっても初犯になるわけですよね。だから本当に子どもたちを守ることは、その初動がしっかりできなければできないと思うんですが、そのためにどのように取り組んでいくのか、決意をお願いします。加藤国務大臣。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、この法案、またこの新しく整える制度、仕組みにつきましては、そもそもしっかりと初犯のところで、抑えられていなければ、確認することもできないという意味において、委員のご指摘、大変重要なものと受け止めてございます。また、まずご指摘の点につきましては、本年4月の関係府省で、関係府省で取りまとめました、子ども・若者性被害防止のための総合的な対策の中の柱の一つであります、加害を防止する取り組みとして、改正、刑法等による厳正な対処なども盛り込んでおりまして、政府として子どもへの性暴力に対して厳しく対応をしてまいります。また、本法案では、
性犯罪歴前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策のみならず、初犯対策にも対応ができるよう、児童等への面談、また児童等が相談を行いやすくする措置などの安全の確保をするための措置を講じることを、学校設置者等や認定事業者に直接義務づけることにより、適切に端緒を把握する内容としているところでございます。いずれにしましても、繰り返しになりますけれども、この 法案だけで全ての性被害を防止できるわけではありませんので、その前提に立つわけにはいかないので、子どもたちを性犯罪から守るために、本法案の対象事業に該当しないものも含めて、関係省庁と連携して、総合的な対策を推進することによって、あらゆる子どもへの性暴力の防止が図られるよう、最大限取り組んでまいります。高橋さん。しっかりお願いします。時間が来ましたので終わります。